こんな寄り道はさせたくなかった。俺よかったと思ってます。一条さんと会えたから。慣れたんだね、究極の力を持つ者に。クーガ、うさんくさいわね。君はおそらくアギトは人間の姿の時には十分に力を発揮できないはずだ。あなたの身柄を拘束します。アギトは俺だけでいい。目覚めろ、その魂。仮面ライダー龍騎。お前いつか俺と戦うと言ったな。本気なら今すぐ戦え。ファイナルベッド。俺は絶対に死ねない。一つでも命を奪ったらお前はもう後戻りできなくなる。戦わなければ生き残れない。Open your eyes for the next fight。なぜ君は俺を恐れない。ハイズとして戦えるのは匠しかいない。仇を取らせてもらう。俺自身の仇をな。変身。仮面ライダーブレイズ。お前はもう戦ってはならない。俺のせいで周りの人々が。変身。そんなにジョーカーを助けたいのか。俺は仮面ライダーだ。彼が13体のアンデッドと同時に融合している。エボリューションキー。我々のテクノロジーをマカモ側に調べてしまうかもしれません。一日で10体のマカモを倒したという伝説の人だ。エビティ、アンドセーバーはお前の武器だ。戦え。33の巻、まとう刃。仮面ライダーカブト。残念だけどゼクトにより死亡が確認されているわ。今生きてる風間大輔はワームだ。これからずっと俺がお前として生きてやる。天の道を行き、全てを司る仮面ライダーカブト。地べたを這いずり回ってこそ見える光があるんだ。カブト、今お前の未来を壊してやったぞ。俺はすでに未来を掴んでいる。天の道を行き、全てを司る仮面ライダー全員。全部桜井さんが決めたことだったんだ。やらなきゃ未来は消える。僕たちと亮太郎の未来は一緒じゃないってこと。亮太郎、必殺技決めんだよ、必殺技。次回、仮面ライダー騎士版。やめてください。あなた本当は優しい人のはずです。逃げ切ってみせる。お前は神に殺されるまで。売れない予定のことなどすぐに忘れさせてやる。ウェイクアーム、定めの鎖を解き放て。次回、仮面ライダーディケイド。ここはネガの世界だ。この世界では人間が存在することは許されない。人は誰でも自分のいるべき世界を探している。全てを破壊し、全てをつなげ。仮面ライダーダブル。テレイユ、僕と組む気はあるかい。翔太郎君はハーフモールドだからこそ何かやる男なのよ。エクストリーム。これで決まりだ。次回、仮面ライダーオーズは闇だ。でもあの闇って何の。人がグリードになれるなんて面白いよね。ハッピーバースデー、紫のメダルのグリード。まさか暴走か。仮面ライダーボーゼ。なんだ言うて。悪魔にしかできないこともある。自主的に練習してみてくれ。自分たちの最後、こいつは草薙源太郎ですよ。そんなもんじゃないだろ。君の非常識は。青春スイッチオン。次回、仮面ライダーウィザード。魔力が消えてる。魔法の使えないお前じゃファントムは倒せねえ。謝らないで、ハルトのせいじゃねえ。俺は諦めない。命がある限り。次回、仮面ライダーガイム。まとめて引導を渡してやる。その時お前は全ての世界を制するんだ。派手に動くな、エンジンだ。俺は先に進め。そういう矢に誓ったんだ。次回、仮面ライダードライブ。ダメ、受け入れらんない。もう打つ手はないのか。俺はキリコの笑顔を取り戻す。お前たちに何ができる。トマリさん、私たちは最後まで戦います。こんなんじゃ笑われちゃう。必ず戻ってきますな。みんなお前にもらったんだ。このままじゃ終われない。次回、仮面ライダーゴースト。夢の世界に行けるということでございますな。クリムが喧嘩してるから。見せてみろ、新しい力を。俺を信じる。俺の無限の可能性を。超怪眼。次回、仮面ライダーエグゼイド。レベル100の力でエグゼイドを絶版にしろ。お前たちは僕が攻略する。勝負だクロノス。天才ゲーマー M の力を見せてやる。仮面ライ
たビルド。彼がエボルトとして覚醒する前に倒すべきだ。もっと仲間を信頼したら。完成した。究極のパワーアップアイテム、正義のヒーローの復活だ。仮面ライダービルド。お前は俺に作られた偽りのヒーローだったんだよ。みんながキリュウ戦闘仮面ライダービルドを作ってくれたんだ。大丈夫だよね。最高だ。次回仮面ライダージオー。俺参上。答えは聞いてない。これが最強の力。最低最悪の未来を止めるために来た。ここで止まるわけにはいかないんだ。次回仮面ライダージオー。レンライナーを取り戻す。全ライダーの力を手に入れたか。こっちもてんこ盛りだ。思い出の場所とは言ってたんだけど。これが魔王の力。仮面ライダージオー最終回。俺の力は全てのライダーの力だ。それがお前の選択か。お待ちようになれ変身。次回仮面ライダーゼロワン。もう誰にもアークを止められない。アルト社長ならアークを止められるはずです。お前を倒す。変身。仮面ライダーゼロツー。それが俺の名だ。次回仮面ライダーゼロワン。人類滅亡を開始する。滅びを始末しろ。アーク様を再び蘇る。このままじゃ滅びはアークに。いざ。さよなら。次回仮面ライダーゼロワン。これがアーク。人類滅亡の聖戦を。これは秘伝アルト自身の意志ということか。俺はお前を許さない。滅び。ジン。仮面ライダーゼロワン最終話。その怒りを、その悲しみを、お前はもう分かってたはずだ。滅び。8月30日日曜午前9時。次回仮面ライダーセイバー。天使が数を束ねたところで神にはかなわない。お前ごときの思いに覆されてたまるか。父さん、どうして。俺たちの思いが未来を作るんだ。次回仮面ライダーセイバー。聞いてみたいことがある。共に新たな世界を作りませんか。俺は仲間と未来を切り開く。選びなさい。私に従うか、ここで消えるか。想像するのは俺だ。次回仮面ライダーセイバー。君は知らなきゃいけない、自分が何者なのかを。世界をつなぐ少女、捕まえてあげますよ。これが俺たち3人の未来の物語を紡ぐ力だ。あなたには忘れられない物語はありますか？仮面ライダーリバイス。藤波さん、もう遅いんですよ。ギフの細胞が必要らしいな。俺たちはどこにでもいるような普通の家族だ。俺はそんな家族の思い出を絶対に忘れない。ゆきみ、ありがとう。仮面ライダーギーツ。あいつがめちゃくちゃにした世界を取り戻すんだ。エースが生まれた紀元前に妙な記録がある。忘れられないから。お前らデザグラが利用してきた母さんのことを。グランドエンドを決行する。仮面ライダーギーツ。さらばだ世界よ。全て終わるのか。バイバイエース。ここまでは終わらせないぞ。それがお前の理想の世界か。俺は忘れない、この世界の全てを。次回仮面ライダースカッチャード。ついに我が手に。きっと一ノ瀬も戻ってこない。一ノ瀬宝太郎、君を信じる。さあこっから反撃だ。変身。掴め最高のガッチャ。